みなさんこんにちは、ストレアーというのべるちゃんです。このチャンネルへようこそ。今日の動画でね、なんかこの前寝るねも作ってて、あとお寿司も作ったでしょ。で今回は多分私思うのは最も難しいやつ、それはタラーン、これです。お祭りタラーン。あと中身も複雑みたいです。ということで行きましょう。ここにね、まあ、カットって入ってるから切ります。切りま す、切りますね。私バナナ見たことがないけど、トウモロコシとあのリンゴとあとポテトは見たことあるよ。あ、そうそうそう、これフライドポテトのやつだから多分切っていきます。蜜があります。これはここに最後に置く場所と、これはフライドポテトと、これはカーティングボード、ここもカット多分リンゴが最初、リンゴ、じゃあマスリンゴの粉を入れて、そしたらミス30回、もし終わったら OKOK。 これもこれできんの。そしたら10分を待ちます。でその後、これなんかもっと甘い、甘そう。味噌はいっぱいって書いてあるけど、ちょっと半分、もっと半分入れる。なしならなんかちょっとおかしい。手を使う。でこんな感じ、こんな感じ、スプーンでカット。 OK です。フライポテト完成。ほう、かわいい、これかわいい。私ね、子供の時はもう木の葉っぱを使ってタコスを作ってた。どう、完成かな。完成。まあじゃあこれは OK です。あとトウモロコシ、イエーイ。トウモロコシを作るのは一番難しい。トウモロコシだったね。半分に切ってこんな感じね。写真と全然違う。あー、トウモロコシやばい、失敗失敗大失敗。タダーン、トウモロコシ。小バナナ2カップ、これ多分レベルが本当に難しい。子供がどうやってこれを作ってる、すごいね。その後チョコ、あし、あ、これ本当にチョコだよ。爪楊枝はこんな感じ。バナナは大失敗なんで、そんなに失敗ではない。こんな感じ、チョコに入れてできたよ。まあ発酵通りはこれね、こんな感じなんだけど、私作ったのはどう、いい感じかな。見て、トウモロコシは本当に失敗だよ。それは何、最後に一番幸せな時食べてみます。リンゴ、リンゴが好きから最初に行きました。うん、美味しい。フライドポテト行きます。甘っ。バナナ行きます。え、これ一番似てる、本物の、本物と似てる。これ一番美味しい。最後にトウモロコシ。やっぱりトウモロコシは一番見た目は良くなかった。あと味もあんま好きじゃない。皆さんはこの動画いいなって思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。これやってみてとか、これ作ってみてとか、そこ行ってみてとかあれば、それとも質問かなんかあればもうコメント欄のとこで置いてください。じゃあまた、アディオスアミゴス。